こういったのトークする番組っていうのはなかなかないですよね。そうですね、あんまとテレビ自体あんま出ないですけど。そうですよね。ちょっと長丁場ですが、はい、よろしくお願いします。お願いします。そもそもお二人が音楽を始めたきっかけというのは何だったんですか？カオルさんは。自分はもう X を見て、ギターを始めてねと思いました。僕も X が最初に音楽に目覚めたきっかけで、やっぱ過激なルックスなのにメロディーが綺麗っていうギャップに惹かれて、なんかよくわかんない化け物みたいな、なんか人たちがこう派手になんかこうやってて、でもなんかすごく曲はこう入ってくるというか、そういうところがなんかこうその子供の頃自分の中にこうなかったものというか、そういうところになんかこう共感をしたわけだというか。ズバリロックとは何でしょうか？まあ、自由なものというか、なんていうかな、自分を解放できるところに夢を持って今こういるわけですけど、なんかやっぱその子供の頃というか若い時に何かパワーを感じさせられるものだと思うんですよ。絶えず未知なものなのかなって気はします。まあ自分たちのまあその人間性のとこもあるんですけども、なんかこう楽しいことをよりも前はなんかその今までのその苦しかったこととか、なんかちょっと嫌だったこと、なんか悲しいことの方がやっぱこう残ってるものが多くて、そこからこうなんか自分たちなりに未来を探してこう今のまで生きてきたっていうのがあるんで、なんかそういうことを曲にして何かを感じてもらえればなと思い始めて。例えばその2人にとって痛みっていうのはどんなところですか？まあ、自分痛みというか、まあなんか自分自身に対してこう人一倍何かを考えて、何かこうやらないと物が作れない人なんですよ。本当になんかパッとして何かを作れるとかできないんで、だからその自分に対してすごくこうコンプレックスというかそういうのがあるんで、そこをパワーというかにして曲を作ってるみたいな。まあ、ライブもね、そのこんななんかこう曲なんですけど、ライブ終わればみんな笑顔で帰ってもらえるんで、少しはためになってんのかなとか思ったりも。まあ、バニタスっていう曲があるんですけど、震災の頃に作ってたのもあって、まあ、それ聞くとなんか痛みが感じますけど。なんか毎回やっぱ違うんですよね、同じものをやってても。やっぱその見に来てくれてる人たちだったり、自分たち5人のその日のその時のなんか感覚だったり、何かしらこうステージに現れるというか、普段あんまりこうメンバーで話したりしないんですけど、なんかそういうところでこうキャッチボールじゃないですけど、なんかこう音と感覚でみんなと会話してるみたいな感じがなんか好きです。ライブしてるのがなんか生きてるっていう感じがするんで、まあ一本一本終わったらホッとします。素敵ですね、生きてるっていう感じがするっていう。すごい、深夜さんってあんなこう激しいドラムを叩かれるのにめちゃくちゃ細いですね。もう最近太ったんですけど、大丈夫。もう本当になんかもう綺麗な、もう本当スタイルが。あんまり言うと喜ぶんで。もうちょっとライブから想像できない。ありがとうございます。緊張とかってされるんですか？めっちゃします。本当ですか？めっちゃします。
じゃあ緊張してませんよっていう顔をするんですか。そうです、そういうのは得意ですね。どんな反応が一番嬉しいですか、ファンの方って。かっこいいとか。いや違う違う違う、いや違う違う、それは別にいいんですけど。まあ、曲の、まあ、自分がかっこいいって思ってたポイントが、まあ、ファンの子もかっこいいとか思ってくれたらまあ嬉しいですけど。海外でたくさんライブされてると思いますけど、改めて気づいたこととか何かありますか。フェスとかなんかそういうとこに出るとアーティストのこう持ってるなんかパワー感というか、細かいこと考えるより自分らしくいるのが一番みたいな、なんかそういうのがパワーを感じる一番の部分かなみたいな。海外行って自分たちらしくもっといようと思いましたかね。そうですね、まあ、海外はもうハプニング必ず起きると思って行ってるんですけど、去年一昨年かなアメリカ行った時に、そのバスでずっと移動してるんですよ、寝台バスみたいなんで、本当何にもないなんかこう駐車場に泊まったままもうあのバスが動かなくなってもうて、もう暇で暇で。何時間ぐらいですか。1日以上いましたね。え1日以上おってんな。そう30時間ぐらいみたいな。ライブはその翌日にあったんで、その翌日またもう1日先に延期してやりましたね。なんかフェスに出た時に、はい、本番やる時になったらスティックが全部なくなってたって。どうした。なんか台湾の人に借りて。空き時間とかはいつも何されてるんですか皆さん。なんか海外ドラマとかそういう時に見たりとか。あれですね、ブレイキングバッドとか。面白いですよね、ブレイキングバット。しんやさん最近見たのは、見たさん。ちょっと意外すぎる、意外すぎる回答が。まあ、まだ途中なんですけど。しんやさん、なんか長くハマってることがあるとお聞きしたんですけれども、模様替え。それはハマってるっていうか、ただ定まらないっていうだけで。定まらない。あの家で遊びに行かせてやって、もう東京来てもうだから15、6年ずっと言ってるんですけど、はい、ずっと模様替えしてるからな。長い模様替えですね。テーブルが四角いとか、なんかそういうのが気になる。ベランダの話してるんだけど。別にいいですけど。なんかベランダに、なんか部屋作ったらしいんですよ。まあ、賃貸で怒られて撤去して、なんか金払っただけだよ。何も残ってない。何も残ってない。ベランダに部屋って屋根をつけたりしたってことですか。まあ、最初屋根つけてたんですけど、やっぱ書こうと思って、一応ガラスとか発注したり、電話かかってきて、1週間以内に全部なくさないと出て行ってくださいって言われて。でまた業者呼んで、もう全解体です。同じ業者。同じ業者。最後に今後の活動の野望をぜひ教えてください。バンド のスケジュールはもう 2,3 年先ぐらいまでもうほぼ決まってるんで、まあそこをどうやって面白く楽しくアイデア出してやっていけるかなっていうのが、まあ野望というか、まあ今後の面白い楽しみなとこですかね。まあずっと末永くバンドが続いて、まあ、ずっと聴いてくれる人もいればいいかなと思います。ちなみにプライベートの何かこう今後やりたいこととか。歩いたりとか。それはもうライブのことを考えて。いや、老後のことを考えて。まあちょっと体のことも気にしつつだ、ね、そうです、まあ、模様替えが完結したいです。